湘南工科大学の岩佐です。このわかる数学は必ずわかります。紙と鉛筆はいりません。さあ早速始めましょう。はい、10回目です。三角関数の加法定理っていうのがあるんです。三角関数の加法定理っていうのがあってね、めんどくさいんだよ確かに、うん、まず書いてみたら、サインアルファコサインベータプラスコサインアルファサインベータね。それでこれがアルファ引くベータになると、サインアルファコサインベータ引くコサインアルファサインベータですとね。まあ高校だと覚えなきゃいけないと思うのね。咲いたコスモスコスモス咲いたとか、咲いたコスモスコスモス咲かないとか覚えなきゃいけないんだが、でも皆さんが実用数学使っていこうと思った時ね、これを使えればいいわけ。これが書いてある、ね、公式って言ったら今定理だね。これが書いてある、この書いてあるものを使う、取扱説明書と一緒だから、これを使ってこれをスカウトって考えるわけだね。そう、そしたら例えばサインの12分の 5π 何ってこう思うわけじゃないですかね。そう、そしたらどうやって使うのと思うかもしれないけど、12分の 5π というものは12分の5のパイラディアン180度ですよね。ってことは75度じゃないですか。まずこれ一つ気づくことで、75度に気づければ30度知ってるし45度をよく知っているはず。だから30度45度30度45度代入する、取扱説明書が使えてはね。だからサイン75度はサイン30度足す45度ですよ、でしょね。そしたらサイン30度コサイン45度コサイン30度サイン45度って持ってくれるじゃない、取扱説明書ね。でも30度の地面からの高さ、45度の影の長さは知ってないといけないんだよ、これぐらいはね。うん、いや三角関数表っていうのを使えばできるけどもね、そしたらまた全然使い方変わるけどさ、まあこれくらいの値は知ってないといけないんだわね。だから4分のルート2足すルート6ですよとね。だから覚えることも大事です。覚えることも大事なんですけど、どこまで行っても使うということなんです。そうね、うん。だからね、今サインしかしてないけどさ、そうコサインだってねありますよ。コサインアルファ足すベータコサインアルファ引くベータっていうのがあってね、コサインアルファコサインベータマイナスサインアルファサインベータコスタコスタマイタサスタサスタコスタコスタマイタサスタサスタ、まあもう想像ついてるでしょね。コスタコスタプラプラサスタサスタとかって覚え方はあるからさ、その辺は自由だよな。だから覚えるも大事だけど使う方が大事ってことをね、覚えておいてください。覚えて知っててくださいね。ここまでです。楽しんでくださいましたか？数学はやればできます。コラムもやってるんですよ。